つが誘ってくれたからあまり考えずに参加するって言っちゃったけど、今さら不安になってきちゃったな。私、あかり以外だとギルドのメンバーくらいしか知り合いいないし、初対面の人たちとうまく話せるかな。本当情けないな。大好きなゲームのオフ会なのにこんなことで悩んじゃうなんて。今日はあいつも一緒だからいいけど、いつまでもこんなんじゃダメだよね。ああ、私もあかりみたいに誰とでも素直におしゃべりできて明るく振る舞えたらこんなことで悩まなくていいのに。っていうか遅くない？もしあいつが来なかったら一人でオフ会参加なんて。無理よ。お願いだから早く来てよね。遅いわよ。いい加減先に行こうかと思ったわよ。よかった、やっと来てくれた。とにかくあんたが遅刻したせいであまり余裕もないし早く行くわよ。その子って…こんにちはです。わあ、いつの間に…誰この子。ねえあなた、私たちに用？もしかして迷子なの？迷子？いえいえなのです。私はエンジェル。皆さんをお導きするのがお仕事ですよ。迷子になんか1日に 2,3 回なるかならないかなのです。えへん。そこそこの頻度でなってるわね。それよりエンジェル？エンジェルってあの？確かに羽とか弓矢とかそれっぽいけど、あ、よく見ればちょっと浮いてるわね。でもなんかパチモン臭いわね。パチモンじゃないのです。私は皆さんをウルトラハッピーにするためにやってきた優秀なエンジェル、その名もラフィーなのです。あなたのお名前は何ですか？名前？ヨリだけど。ではヨリちゃん、あなたは今大きな悩みを抱えてるですね。なんでこの子そんなこと知ってるの？もしかしてエンジェルって本当なんじゃ。隠さなくても私にはちゃんとお見通しなのです。先ほどの独り言しっかりと聞かせてもらいましたから。やだ聞かれてたの？恥ずかしい上に変な子供に絡まれるし、もうなんなのよ。安心してください、ヨリちゃん。私が今からあなたの願いを叶えてあげるです。そしてウルトラハッピーになるのです。間に合ってるから。ねえ、そういうのは私じゃなくてもっと困ってる人にしてあげれば？いえ、ヨリちゃんがいいのです。ヨリちゃんをハッピーにできれば私はきっと。それってどういう…って…ちょっとなんで矢をこっちに向けてるの？言ってることとやってることが全然合ってないんだけど。大丈夫です、痛くないです、失敗しないのです。
みを叶えるって言ってたけど、服を変えてほしいなんて全然願ってないわよ。心配せずとも、本当の効果は後からちゃんとわかるですよ。多分頼りないわね。約束の時間。ねえ、とりあえず服だけでも元に戻して。あれ？いない。もうどこ行ったのよ。帰って着替えてる時間ないし。仕方ない。もうこのまま行くしかないわね。ところでさ、今更だけど、今日来る人たちってその。遊んでくれればどこのギルドとか全く気にしないけどね。そういえばあいつもう一人連れてくるって言ってたよね。なんて名前の子だったっけ。ディアボロスのヨリちゃんって言ってたよ。年下の魔族っ子、さらにちょっとツンデレと聞いて、拙者昨日からワクテカしっぱなしですぞ。しかもヨリちゃん双子らしいんだよ。双子魔族属性盛りすぎだろ。いい加減にしろ。ああ、たまらんです。私、あんたとはいい友達になれるとは思うけど、そういうとこはちょっとついていけないな。ああ、やっと来た。何してたのさ。あの、ヨリです。あれ、ディアボロスって聞いてたから、てっきり魔族が来るとばかり。来た。はい、エンジェル来た。え、待って待って、尊すぎるんですけど。神々しい姿で悪魔な笑顔を見せるってやつですかな。はあ、もう無理無理。いい加減落ち着きなって。せっかく来てくれたのにドン引きして今にも帰りそうだよ。マジか、それは困る。いやー、少々取り乱しましたな。改めまして、私はトワイライトキャラバンのナナカ。
こっちのリスっ子がエリザベスパークのリンちゃん。ゲーム好きって聞いて会ってみたかったんだ。今日はいっぱいお話ししようね。はい、よろしくお願いします。おお、ヨリとのナイトメアモードまでクリアしてるの。かわいいくせしてとんだやり込みゲーマーですな。そんな。いやいや、実際大したもんだよ。私はエンジョイ勢だからね。そこまでのやり込みはちょっと尊敬するかも。はあ、よかった。リンさんもナナカさんもすごくいい人で、ゲームも詳しくてお話も面白いし、優しく接してくれる。怖い人たちだったらどうしようかって不安だったけど、思い切って来てよかったな。ああ、そういえば二人ともあれはもうプレイしたかな。この前出た深淵狩りの姫君2。うん、やったやった。結構良かったよ。前作は面白いけどかなり難しくってね。今回は随分遊びやすくなってたしね。ですよね。特に新キャラのベロニカちゃんが最良し。小さな体で扱う武骨なスレッジハンマー。ああ、もう存在自体が神だよ。ヨリ殿はどうだった？私はどうしよう。私はあれダメだったけど、二人は気に入ってるみたいだし、空気悪くするのも嫌だから無難に面白かったって答えておこう。私は正直イマイチでした。前作の方が好きですね。何？今私なんて言ったの？確かにストーリーも良くて新キャラもすごく魅力的です。前作で難しすぎると不評だった難易度も調整され、かなり遊びやすくなってますね。どうしよう、勝手に喋っちゃうんだけど、私の体どこか故障しちゃったの？でも私としては正直ぬるくなりすぎて手応えのない作品になってしまい、期待してた分余計残念でしたね。やだやだ、そんなこと今言わなくていいのに。思ったこと全部勝手に口から出ちゃう。より多くの人が楽しめる作品になったことはいいことですが、前作の難しさを楽しんでいたユーザーは切り捨てられた感じがして、ちょっと寂しいなって思いました。全然止まらない。なんなのこれ、こんなこと言っちゃダメなのに。もしかしてあの子がかけた魔法の効果がこれなの？バカバカ、なんてことしてくれるのよ。せっかく楽しかったのに2人に嫌われちゃうよ。あのごめんなさい、私帰ります。周りの評価に流されない確固たる信念を持ったレビュー。感動した。深く考えず何でもそこそこ楽しめちゃう私にはその視点はなかったよ。ちょっと感心しちゃったな。あの怒ってないんですか？何が？もしかして私たちが気に入ったゲームにダメ出ししたから？こんなのオタにとっては日常茶飯事だよ。でもよかった、ヨリ殿がちゃんと楽しんでくれてるかちょっと心配だったからさ、本音で熱い魂をぶつけてきてくれて嬉しいよ。エリザベスパークはあんまりゲームに興味ない子ばかりだから、思い切りゲームの話ができる子と知り合えたのはすごく嬉しいね。そうだ、この際だからうちらに対しても言いたいこと言っちゃいなよ。いいじゃん、だって私たちもうマブたちだからね。
こんな急に、マブダチだなんて。あえて言わせてもらうなら、ナナカさんは圧が強すぎるので最初ちょっと引いちゃいました。後からいい人なんだって分かりましたけど。うおっ、いいもん持ってるじゃねえか。きったぜ、ディアボロスのよりは伊達じゃないね。いや、だからそういうとこだってば。そしてリンさん、引きこもりとは聞いてましたが、さすがに限度がありますよ。ゲームもいいですが、ギルドの皆さんには迷惑かけちゃダメですよ。ダメ人間に正論は毒だよ。ああ、もうまた勝手に喋っちゃうし、もう嫌。切り抜けたわね。本当にどうなるかと思ったわよ。うん、2人とも友達になってくれたし、今度やるもっと大きいオフ会にも誘われちゃった。勇気出してよかったよ。今日は誘ってくれて、時に魔法が発動しないのよ。でも今日はなんとかなったけど、このままじゃ怖くて口も聞けないわよ。早くさっきの自称エンジェルに戻してもらわなきゃ。と言ってもあの子がどこにいるかわからないし、果てもなく探すのはちょっと無理ゲーよ。今日はもう疲れたし、早く帰って休みたい。オレジョのカレー、そんな食べ物があるんですか。ただでさえカレーにお野菜なんていらないのに、一緒に食べちゃうなんて、なんて怖いこと。あなたにはちょっと早かったかな。
敗？失敗とかありえないのです。ラフィーは優秀なエンジェルなんですから。効果はそのうち現れますよね、ヨリちゃん。そうですよね。いや、私に聞かないでよ。でもよく考えたら、私って思ったことは普通に話しちゃうタイプだし、あんまり意味がないかも。ねえ、もっとすごい魔法ってないのかな。そんなに言うなら、もっと超すごい魔法をかけるです。私はできる子なのです。見てるですよ。今度はモリモリモリーっと魔力を込めて。ちょっとやめなさいよ。私の本気の本気お見せするです。スーパーエンジニックアラあれ、なんともない。あかり、大丈夫？大丈夫だよ、お姉ちゃん。あれ、お姉ちゃん、イメチェンした？そういうあかりこそ。違う。なんで私の前に私がいるの？だよね。なんかおかしいよね。お姉ちゃんが私になってるし。ねえ、あかり、これって。もしかすると私たち入れ替わってる。こんなの知らないです。マニュアルにも載ってないです。え？嘘でしょ？私がアカリに？どうしよう。これがお姉ちゃんの体か。ちょっと細くて不安だけど、悪くないかも。ちょっとラフィー、なんてことしてくれてるのよ。大失敗じゃないのこれ。大丈夫、失敗じゃないです。これは、そう、わざとそういう魔法をかけたのですから。これは念のために確認しただけで、とにかくこれは絶対に失敗ではないのです。でユリちゃんは幸せになれるはずなのです。ラフィーは優秀なエンジェルなんですから。え？それはその…秘密なのです。エンジェルの魔法は企業秘密なので、簡単にはお話しできないのです。とにかくこれは絶対に失敗ではないのです。これでユリちゃんは幸せになれるはずなのです。優秀なエンジェルなんですから。私はそろそろ見回りの時間なので失礼するです。え、ラフィー、こら、待ちなさい。もう逃げられちゃった。どうすればいいのよ。とりあえず落ち着こうよ、お姉ちゃん。今から追いかけても追いつけないよ。それよりも心と体が入れ替わったんだよ。あの子、本当にエンジェルだったんだね。こんな漫画みたいなこと、もう一生味わえないかもしれないし、せっかくだから楽しんでおこうよ。この状況でそう言えるの、本当に尊敬するわ。でも、これが私とあかりの違いなのよね。どんな状況でも、悲観しないでまっすぐに行動できる勇気。本当
ましいな。そうだ、私も見た目だけは明かりになれたんだし、一歩踏み出すくらいはしてみないとね。明かり、しばらく入れ替わったままで行くのはいいとして、うまくやってくための考えとかあるの？ん？それは…お兄ちゃん、考えて。あんたね…ああ、ナイスアイデアだよ、お兄ちゃん。確かに、ずっと人前に出ないわけにはいかないもんね。まあエンジェルってそういうものだと言われればそれまでなんだけど。そうだね、
私は自分からお願いしたけど、お姉ちゃんはなんでだろうね。ハッピーにできれば何かいいことあるのかな。ねえねえお姉ちゃん、出会った時から思ってたんだけど、ラフィーちゃんってちょっとお姉ちゃんに似てない？似てないわよ全然。何わけのわからないこと言ってるのよ。そんなことないよ、似てるよ。どこがって言われるとよくわからないけど。何なのよそれ。全然自信なさそうな癖して自分のことを優秀だって言い張ってたけど、いろいろとよくわかんないわね。私とラフィーが似てるか。似てるとしたら。それはさておき、お姉ちゃん、実は私来週野外フェスに行く予定があるんだ。え？フェス？お兄ちゃんの知り合いの子と一緒に行くんだ。なんとスーパーモデルのすずなちゃんと。すごいでしょ。スーパーモデル？いくらこいつの顔が広いからってそんな有名人と知り合いとかありえないでしょ。多分同じ名前の子よね。まったく冗談が過ぎるんだから。せっかくの機会なのに断るのももったいないんだよね。そうは思わない？お姉ちゃん。ちょっと待って、あかり。その口ぶりだと私にフェスに行けってこと？あ、ダメダメ、絶対無理だって。大丈夫だって、今のお姉ちゃんは私の体だもん。いけるいける。あ、そうだ、私も来週オフ会があるの。残念だけどフェスは諦めてちょうだい。会って、お姉ちゃんその姿で行くつもりなの？あ、そっか、私もあかりになってたんだ。仕方ない、私もオフ会キャンセルするから、あかりもフェス諦めてよ。このバカ、何ろくでもないこと言ってるのよ。あかりだっていきなりオフ会なんて無理よね。それいいかも。あかり？だってせっかく入れ替わったんだよ。こういうシチュエーションを体験しなきゃもったいないじゃん。いや、そういう問題じゃなくて。オフ会ってあかり初めてだからドキドキしちゃう。任せて、ちゃんとお姉ちゃんをアピールしてくるからね。やめて。初めてだから緊張しちゃう。スーパーモデルのことは冗談だろうけど、それでも初対面の人と一緒なんて考えただけで倒れそうよ。今そこでスカウトの人にさ、ヒデサイの友達のアカリンだよね。うちスズナっていうの、よろしく。本物のスズナさんだ。嘘でしょ、てっきり冗談だと思ったのに。あ、ユリじゃなくてアカリです。よろしく。今日はいっぱい楽しもうね、アカリン。そういえばもう一人。またすごい子来ちゃった。あかりってすずなさんだけじゃなくてこんなことも友達なの？まったく参っちゃうね。今そこの角のお店の前で。あ、
ユキポンもスカウトに捕まっちゃったけ？いや、ショーウィンドウに映った僕があまりに可愛くて見とれちゃったよ。あ、でも変な子だ。確か特徴的なメガネの人だったよね。お、ヨリ殿ヨリ殿、お、こっちこっち。見つけた、ナナカさんですよね。こんにちは。え、おう、うん、あ、そうだよ、ナナカちゃんだよ。やっはは、ちゃんと来れてよかったよ。他のメンバーは初めましてになるから自己紹介できるかにゃ。本当はナナカさんとも初対面なんだけどね。はーい、あかりは、お、私はヨリだよ。今日はよろしくお願いします。ん、なんだか前とキャラが違うような。もしかして、あはー、さてはこういうとこではキャラを作るタイプでござったか。その気持ち、わかりますぞ。そうなんですよ。まあまあいいじゃん、早く始めようぜ。あと、そうでござった。では、不祥幹事の私、ナナカが開催の温度を取らせていただきますよ。皆さん、元気ですか？あら、どうされましたかな？だってナナカさんって面白い人なんだもん。え、そんな褒められたら照れちゃいますね。でへへ。それに皆さん優しそうな人ばかりでとっても楽しくなりそうだなって。まぶしい。これは本心からそう思ってる完全陽キャオーラ。こいつはとんだコミュニケーション強者じゃないの。楽しくなってきやがったぜ。いい人ばかりでよかった。お兄ちゃんも早く来ればいいのに。私で申し訳ないな。しかしあいつ、あんなすごい人と本当に知り合いだったんだ。それにすごく親しげだし、すごくないの私だけだよ。ねえ、あかりん、あかりんは見たいアーティストいる？私はすずなさんが見たいところでいいですよ。やば、あかりん超優しいじゃん。オッケー、じゃあトリマ会場行こっか。わー、最高じゃん。
て初めてだから、とりあえず周りの人たちの真似してみてるけど、すごい人並み。熱い。最後まで持つかな。すずなさんはさすがに慣れてるって感じ。ゆきさんは、こんな荒々しい状況でも僕の美しさは微塵も乱れることはないと証明されたね。いつの間にかあんな遠くに行ってる。すずなさんとは別の意味ですごいわ。変な人だけど、フェスって難しいわ。私ちゃんとできてるのか不安になってきちゃった。ねえ、私変じゃないかな。何知ったような口聞いてるのよ。でもよく見ると最前列で頭振ってる人や踊ってる人もいれば、後ろの方でじっくり聞き入ってる人もいるのね。そっか、ライブにこうしなきゃいけないなんてないんだ。好きなように楽しんでいいんだ。そう思ったら気が楽になったかも。ちょ、声大きい。あ、ヒデサイノリノリじゃん。あ、こういうのでいいんだ。あいつに合わせれば私もいけるかも。イエーイ。あはは、あかりもバイブスアゲアゲじゃん。ちょっと楽しくなってきたかも。この調子でちゃんとあかりになりきっていこう。食べるのも楽しみの一つっしょ。わあ、ほんとだ。美味しそうな屋台がたくさん出てる。あ、あのピザ美味しそう。あ、ケバブサンドだって。でもあっちのグッズも見てみたいな。あかりん、こっちこっち。じゃーん、フェス名物のグランドカレー。うちのおごりね。いっぱい食べていっぱい楽しまなきゃね。うわ、美味しそうだけどこの量は。でもすずなさんがせっかくおごってくれたんだし。あ、ありがとうございます。いただきます。わー、小さいステージ見たく、これから売れそうなアーティストをチェックしとくの。あ、はい、いいですね。慣れないイベント、初めて会う人、不慣れなテンション、すごい量のご飯、楽しいけど疲れた。ちょっと一休みしたいかも。でもみんなすごく楽しそう。ここで休みたいなんて言ったら空気悪くしちゃいそうだし。え、あんたじゃなくてお兄ちゃんってば。何言ってるの。あかりは全然大丈夫。ちょっとどこ連れてくのよ。ヒデサイ、あかりもどこ行くの。から離れたから落ち着くわね。おかげで一息つけたし助かったわ。あ、二人ともこんなとこに。あかりん大丈夫。うちあかりんに無理させちゃった。だからごめんね。うち空気読めなくて。すずなさん、あ、やっぱり気を使わせちゃった。ここはちょっと無理してでも普通にしてないと。
方ないな。いいよ、でも壊さないでよね。何？鏡なんか見せて何する気よ。身だしなみでも整えろって言うの？はあ、分かった、見るわよ。何よ、別になんともないわ。あ、鏡に映ってるこの顔、あかりだ。そうよ、今の私は見かけはあかりなんだ。なのに私ってば不安で人の反応ばかり気にしてる。私、あかりの良さをみんなに伝えたい。考えなくちゃ。こんな時あの子ならどうする？誰よりもあの子を見てきた私ならわかるはずよ。あかりはいい意味で素直で気やすくて誰にでも甘えられる子。私はそんなあかりが大好きでずっと憧れてた。こんな時あかりなら無理はしないはず。だから私もあかりみたいに素直に振る舞わなきゃ。いつもの私じゃ難しいけど、あかりの姿ならいけそうな気がする。それで私もあかりみたいに素直になってみんなと楽しみたい。あかりん？心配かけてごめんね、鈴菜さん。あかりすっごく楽しくってちょっと張り切りすぎちゃった。次のライブの前に何か冷たいの飲みたいな。そうだったんだ。あかり、うちのこと嫌になっちゃったんじゃないかって鬼焦ったよ。でもそれならオッケー。あかりのしたいことじゃんじゃん言って。あ、ありがとう。それじゃあせっかくフェスに来たんだしグッズも見たいな。ゆきさんも一緒に見ようよ。仕方ないな。果たしてこの僕にふさわしいグッズがあるかな。ねえ、私はもう大丈夫だから、あかりの様子を見に行ってあげてよ。私と違って容量はいいけど、あの子だってもしかしたら心細いかも。それに別人になりきるのが難しいって嫌ってほど分かったから。今日はいろいろと助けてくれてありがとうね、お兄ちゃん。な、何驚いた顔してんのよ。私はただあかりならこう言うだろうなって思ったからやってみただけなんだから。それじゃあ私、鈴菜さんたちのとこに戻るから。言えた、お礼ちゃんと言えた。あかりの姿借りちゃったけどちゃんと言えたよ。大したことないって。ヨリちゃんこそ相当ゲーム詳しいって聞いたぜ。君が持ってきたそのゲーム結構マニアックなやつだろ。そんな、私なんて全然ですよ。今日は皆さんのお話聞いていっぱい勉強させてもらいますね。ねえヨリちゃん、見てこれ、このぬいぐるみ抽選で当たったんだ。グレートフルエイトのハム人間だけど、有名キャラのはずよね。そうそう、それそれ。ちょっと勘違いしてました、うっかりです。いやーヨリ殿、なかなかのキャラ変ですな。なんという小悪魔ムーブ、ヨリ恐ろしい子。いや、キャラ変っていうより別人みたいだね。ほら、リン殿、いつ
つの間に来てたの？実はちょっと前から来てたんだけど、この前と全然違うからしばらく見入っちゃってたよ。私が聞いた話だと確か明るいのは妹の方だったはずなんだけどな。もしかしてヨリヨリっては別人だったりして。やだリンさんってば。ただの強めのキャラ編ですよ。だよね、気にしないで、行ってみただけだから。びっくりした。リンさんってばのんびりしてるようで意外と勘が鋭いんだから。まあでもどうにかいい感じに盛り上がってきたし、ここは多少強引にでもいい印象を与えておくべきだよね。だってお姉ちゃんは可愛いんだもん。みんなに愛されなきゃダメなんだから。ねえみんな、私やってみたいゲームがあるんだけど一緒にやってくれませんか？いいじゃん、ヨリちゃんのやりたいゲーム気になるぜ。私がやりたいのは王様ゲーム。王様ゲームってリア充陽キャ御用達のあの。確かに俺らゲーム好きだけど、そういうゲームはちょっと範囲外だな。あれもっとイエーイって盛り上がると思ったんだけど。それより私ヨリちゃんともっとゲームの話したいな。天魔学園目視録気になってたからヨリちゃんの感想聞きたいな。まあ、ヨリちゃんはナナカさんも認めるガチゲーマーだもんな。ダークサバイバーの裏ボスの攻略法を教えてくれよ。どうしよう、全然わかんないんだけど。あれはね、すごく面白かった。なんていうか、とても感動した。あと、ボスはね、超頑張った。おお。ヨリヨリ大丈夫？この前とずいぶん様子が違うけど。もしかして体調悪かったりする？ヨリ殿、せっかくいい雰囲気だったのに。お兄ちゃん、ちょうどよかった。ヨリ殿がちょっと気分が優れないみたいでさ。外の空気吸ってきた方がいいから、あんたヨリヨリについててあげなよ。でも あのちょっと失礼します。ありがとうリンさん、ナナカさん。ナイスタイミングだよ。あのね、今すごくピンチなの。みんなお姉ちゃんに期待してたのに、私じゃ全然答えられなくて。このままじゃ私のせいでお姉ちゃんが誤解されちゃうの。だからお願い助けて。もうそれができれば苦労しないよ。これを使って？そっか、それならいけるかも。お、戻ってきたね。気分はどうかな？はい、もう大丈夫です。それでお兄ちゃん、じゃなくて彼がこのゲームやってみたいって言ってるんですけど、どうですか？それってヨリ殿が持ってきたマニアックなカードゲームですな。実はちょっと気になってたのよね。いいじゃんいいじゃん、せっかくのゲームオフ会で話してるだけじゃもったいないしね。もちろん遊び方を教えてくれるんだよね、ヨリヨリ。はい、私が教えてあげますね。あの
緒に遊んでくれませんか？まあいいけどさ。ごめんね、お姉ちゃん。私、お姉ちゃんのこと誰よりも知ってるつもりだったのに勘違いしてたみたい。可愛くてちょっと頼りないお姉ちゃん。でもお姉ちゃんは私が思ってたよりずっとずっと素敵なお姉ちゃんだったんだね。なのにそこへ私が軽々しく立ち入ってお姉ちゃんの評判を落としちゃった。お姉ちゃんの可愛さばかりアピールしようとしたけど、伝えなきゃいけないところはそこじゃないんだよね。お姉ちゃんは人見知りこそするけど誰よりも優しくて気遣いのできる子だもんね。今度は間違えないよ。頑張っていいとこいっぱい知ってもらうからね、お姉ちゃん。はい、私の勝ち。強い、強すぎる。唯一の経験者とはいえ圧倒的だ。ディアボロスのエンジェルは化け物か。シンプルなルールで初心者でもいい勝負ができるし、あと少しで勝てるとこまではいけるのに、最後は勝たせてくれないなんて噂にたがわぬ腕前ね。ちょっと褒めすぎですよ。よかった、このゲームだけはお姉ちゃんと何度も遊んでお姉ちゃんに唯一勝てるゲームだったから。なあ、もう一勝負しようぜ。なんだか俺このゲームハマっちまったみたいなんだ。ええ、何度でも受けて立ちますよ。でも、絶対に負けませんからね。今日は初めての方が多くてちょっと緊張しちゃってうまくお話できなくてごめんなさい。それで、もしよければ次も呼んでくださいね。次はもっと頑張りますから。ああ、もちろん大歓迎さ。どうにか切り抜けたよ。人生で一番ピンチだったかも。ありがとう、お兄ちゃん。あそこでお兄ちゃんが来てくれなかったらきっとダメになってたよ。やっぱりお兄ちゃんは頼りになるね。お兄ちゃんたちが助けてくれたのも大きいけど、お姉ちゃんのことを思い出せたのも大きかったな。あの時二人がなんとなく察してくれたからだよね。リンさんもナナカさんも何か気づいてたっぽいけど、何も聞かずにフォローに回ってくれたし。お姉ちゃん、いい人たちと友達になってたんだね。なんか自分のことみたいに嬉しいな。お兄ちゃんたちが助けてくれたのも大きいけど、お姉ちゃんのことを思い出せたのも大きかったな。じゃなきゃきっとオフ会をダメにしちゃってたし、その場だけ取り繕えても印象はきっと良くなかったよね。お姉ちゃんって私が思ってたよりずっとずっとすごいお姉ちゃんだったんだな。なんだかすぐにでもお姉ちゃんに会いたくなっちゃった。行こう、お兄ちゃん。うまくできるかと思ってたけど、やっぱりダメだった。
お姉ちゃんには私にはない魅力があって、やっぱりお姉ちゃんはすごいなってよくわかったよ。あかり、うん、私もあかりのいいところを改めて理解したわ。そこに気づくなんてさすがお姉ちゃんだね。何言ってるのよ。ゆりちゃんのあの様子、どうやらうまくいったみたいですね。それってつまり願いが叶ったってことですよね。それにあかりちゃんのあの笑顔、きっと猛烈にハッピーなのです。これはもう私の魔法が大成功したってことでオッケーですよね。私だってやればできるのですよね。皆さんをハッピーにできちゃうですよね。大丈夫、大丈夫です。今の私なら絶対にいけるです。よーし、見てるですよ。もっともっと多くの人の願いを叶えて街中ウルトラハッピーにしてみせるです。そうすればずっと落ちこぼれ扱いされてきた私も一人前のエンジェルです。もう誰にもダメエンジェルなんて言わせないのです。わーいわーい、スーパーエンジェルサフィーが幸せをお届けするです。皆さん幸せになるですよ。エンジェリックアロー。わっ、気のせいかもしれないけど、なんだか街の様子がおかしくない？お姉ちゃんもそう思う？なんだか想像しいっていうか。ふわあ、か、体が軽いぞ。長年苦しんだ膝の痛みも消えとる。それにこのピチピチの肌ツヤ、引き締まった筋肉、わしは若返ったんじゃ。どうしちまったんだ、視界がぼやけてよく見えに。いつ、膝が痛い。なんでそこに私がいるの。嘘、この格好、あの子の。あれ、君、僕。ねえ、ママ知らない？ママ、どこにいるの。これってもしかして、うん、こんなことできるのはラフィーしかいないわ。あの子一体どういうつもりなの。ああ、ママどこ。待って、ママはあなたじゃなくて私。あれ、でも私の体はあそこに。え、
私たちの武器と服はラフィーに変えられたものよね。だから同じラフィーの魔法を打ち消し合って解除できるんじゃないかな。お姉ちゃん冴えてる。絶対そうだよ。よし、それじゃあ私たちも早速。待って、あかり、元に戻ったらこの力もなくなっちゃうかもしれないじゃない。今この事態に対処できるのは多分私たちだけよ。だから元に戻るのは一番後にしなきゃ。なるほどね。何か文句でもあるの？感心してるの。だって通行人に道も聞けなかったお姉ちゃんが自分から知らない人たちのために頑張ろうとしてるんだもん。妹の私が何もしないわけにはいかないよね。頑張ろう、お姉ちゃん。二人でならきっとうまくいくよ。あかり、ありがとう。ほら、あんたも一緒に入れ替わった人探しなさいってば。いきなり。なにこれ、メガネ大きい。服も何気にセクシーじゃん。ウケる。はぁ、おしゃれ、おしゃれがまとわりついてる。スタイルもボンキュッボンだし、なんかいい匂いがする。これはストイックに可愛さを追求したモデルのボディ。落ち着かない。返して、私の魂の居場所を返して。こんなところにいたら死んでしまう。よく見ると可愛いし、胸もうちより大きいし、決めた、この体でもうちモデルになっちゃおう。やめて。故障でござる、故障でござるよ。あれってナナカさん？それにスズナさんも。ねえ、あの二人本当に入れ替わってるの？あんたがそう言うんなら確かね。おーい、スズナさん！あれ？アカリンちゃん！それにヒデサイも！チョスチョス！これからみんなでご飯に行こうよ！欲しいでござる。突然光の矢にいられて気づいたらスーパーモデルになっていた件について。ああ、これは間違いないわね。早く元に戻してあげなきゃ。本音言うと面白いからもう少し見ていたいけど。そうだね、お姉ちゃん。スズナさん、ちょっとごめんなさい。えい。私たちならみんなを元に戻せることが証明できたわね、あかり。うん、張り切っていこうね、お姉ちゃん。ねえ、もしかしてあの二人も。言わなくてもいいよ。おかげで大体納得できちゃったよ。いろいろ面白い。もとい大変だったっぽいね、あの子たち。あ、そういえばさっきリン殿を見かけたんだけど、なんか様子がおかしかったから、もしかして。あ、美しすぎることは罪なのか。神の逆鱗に触れタヌキのビーストになってしまうなんて。タヌキじゃないし、失礼極まりないな、この子。しかしあんたの体、綺麗だけどなんだか頼りないね。私が言うのもなんだけど、ギルドの仕事どうしてんの？愚問だね。僕の仕事は美しく存在すること、それだけだよ。ああ、いっそすがすがしいね。でも、
この姿だとなんだか働けって言いにくいのは確かかも。みんなチヤホヤしてくれそうだし、案外悪くないかもね。うむ、確かに美しい僕を胸像ではなくこの目で直接見られて、何よりこの手で抱きしめられるのはありだね。あ、美しい。抱き心地も美しい。やだ、苦しいってば。な、何やってるのよ二人とも。こんなオーライで晴れんちよ。あ、よりよりじゃなくて妹の方。どっちでもいいけど誤解だよ、助けてよ。いいなあ、あかりも混ぜてほしいな。あかり、はいはい、リンさん、ちょっと失礼しますね。えい。ん、僕がタヌキに、いや元に戻ったのか。はあ、助かった。まったく、一体何なのさ。てか、あんたたち二人、やっぱり入れ替わってない。ごめんね、リンさん、説明はまた今度。お姉ちゃんをよろしくね。すみません、急に体が入れ替わっちゃった人いませんか。私たちが直しますから、どうか落ち着いてください。お姉ちゃんが頑張って大きな声出してる。私も頑張らなきゃ。俺の体返せ返せってば。うわっ、腰が。は、離せ。わしはこれから第二の青春を謳歌するんじゃ。代わりにお主は老人の苦労を味わうがいい。ねえ、二人とも落ち着いて。あかりのお話聞いてくれる。なんと神々しい姿。まさかお迎えが来たのか。やめとくれ、わしはまだ行きたいんじゃ。落ち着けよじいさん。で、何の用だお嬢さん。知らない男の人相手にすごいな、あかりは。あの子なら誰と入れ替わってもうまくやってけるだろうな。さて、私は私のできることを頑張らなきゃ。すみません。魔法を解くのは簡単だけど、入れ替わった人を探し回るのは大変だね。うん、私たち二人で街中回るのはとてもじゃないけど無理ね。ところで、あいつはどこ行ったの？お兄ちゃん？そういえばいつの間にかいなくなってるね。帰っちゃったのかな。体が入れ替わってしまった人は我々についてきてください。元に戻りますので慌てず落ち着いてきてください。あれって騎士団？みんなを集めてくれてるみたいだけど、でもどうして。お兄ちゃん、どこ行ってたの？なんで兵隊さんと一緒なの？君たちかい。入れ替わり現象を解くという双子の少女は。はい、そうですけど。先ほど彼が我ら騎士団の詰め所にやってきて、混乱を収めるべく奔走する君たちを手伝ってほしいと頼み込んできた。あんた、いつの間にそんなことを。他の兵たちも住人を集めてこちらに向かっている。すまないが、君たちももう一頑張りしてもらいたい。はい、任せてください。ああ、元に戻れた。ありがとう。やっぱ自分の体はいいもんだな。兵隊さんがみんなを集めてくれたから
私たちは作業に集中できるね。ええ、おかげで残る人たちはあと少し。何あれ、空から光の矢が大量に。うわなんてことだ。お前たち状況を報告しろ。申し訳ありません隊長。我々もこの通り。彼女たちの頑張りが水の泡か。大丈夫だよ、もう一回やればいいだけだもんね。でももしまた矢を使われたら、やっぱりラフィーをどうにかしないと拉致が開かないわ。でも肝心のラフィーちゃんの居場所が分かんないし。今の悲鳴ラフィーだよね。何があったの？わかんないけど急いだ方がいいよ。でも入れ替わっちゃった人たちは。この状況をどうにかできそうなのは君たちだけのようだ。ここは我々でどうにかする。だから君たちは混乱の原因を収めてきてくれ。欲しいんだけど。え、最初からそんなつもりないけど、なんで？これは想像なんだけど、あの子は私たちの願いが叶ったと思ってる。ちゃんと自分の魔法でハッピーにできたってすごく喜んでる。本当に嬉しかったのよ。自分は変われた、なりたい自分になれた、そう思ってるはずよ。私もそうだったから、なんか分かっちゃうのよ。お姉ちゃん。でも今はきっと嬉しさが先走っちゃってるのよ。だから私たちにしたことを町中の人にも同じようにしようとした。それが幸せになれる方法だと思ったから。だから止めなきゃいけないの。ラフィーに願いを叶えてもらった私がやらなきゃダメなのよ。一人で背負いすぎだよ。私だってラフィーちゃんにハッピーにしてもらったんだもん。だから一緒に会いに行こう、お姉ちゃん。あかり、ありがとう。
さかラフィーの強い願いを叶えるために弓矢がより強力なものに変化したってこと？ごめんなさい、やっぱり私はダメエンジェルだったのです。ラフィー、あなた見て、お姉ちゃん、この弓矢すごい魔力を貯めてる。今にも爆発しそうだよ。どうするも何も止めるしかないわよ。行くよ、あかり。あかり、大丈夫？私は平気だけど、あれ、弓矢がいなくなってる。なんだか嫌な予感がする。行こう、あかり。財布から効果が大量に。お金欲しいとは思ったけど、こんな量は埋もれちまうよ。なんですか、あなたは。離れてくれ。ごめんなさい、体がくっついて離れなくて。確かにこの人とお近づきになりたいって思ってたけど、こういうことじゃないのに。私の馬を捕まえてくれ。これって町の人たちの願いが叶ってるってことなのかな。そうね、叶ってるといえば叶ってるわね。でも私は皆さんに幸せになってもらいたかった。ニコニコの笑顔になってほしかっただけなのです。でも皆さん誰も笑顔じゃないです。やっぱり私は何もできないダメな子だったのです。ユリちゃん、アカリちゃん、私本当は優秀なんかじゃない。ただの落ちこぼれなのです。私の周りの子たちはみんな上手に魔法が使えていっぱい褒めてもらってるのです。それなのに私はいつまでたっても下手っぴで、思い通りの魔法が全然かからなくて、みんなにダメエンジェルとバカにされて悔しくて、でもちゃんとできてるみんなが羨ましかったです。なのに私は強がって敵もしないことしようとして失敗して、反省しないでまた失敗して、皆さんに迷惑かけて。ラフィー、あなたは私と同じだったのね。みんなを幸せにしたいっていうのももちろん本当なんだけど、そうすることができる立派な自分になりたかった。違う？ユリちゃん、どうしてそれを。わかるわよ、だってそういう子よく知ってるから。姉ちゃん。そう、あかりは最初から気づいてたのよね。ラフィーは私とよく似てるって。口では強がっててもうまくできないことに悩んで、もっとできる自分になりたいといつも願ってる弱い自分。そんな自分そっくりの私を見つけたから、ラフィーはどうにかして助けようと魔法をかけてくれたんだ。私にとってラフィーは大切なことに気づかせてくれた正真正銘のエンジェルだった。なら私がするべきことは。ラフィー、確かにあなたは失敗して今町は大変なことになってるわ。でもあなたは私の願いを叶えることができた。
ラフィーはちゃんとエンジェルの役目を全うできてたのよ。ヨリちゃん、ラフィーの魔法のおかげで私は言いたいことを伝えることができた。話すこともできないような人たちと友達になれた。自分から進んで町の人たちを助けることができた。今までの私じゃできないことばかりだった。全部きっかけをくれたのはあなたなのよ。自信を持ちなさい、ラフィ。あなたは立派なエンジェルよ。私は立派な？そうだよ、ラフィちゃんのおかげでお姉ちゃんのこともっと深く知れたし、もっと大好きになれた。あかり今すっごくウルトラハッピーだよ。ラフィちゃんはみんなを幸せにできるエンジェルなんだから。あかりちゃん、でも私じゃあの子を、暴走した弓矢を止められないです。私がもっと優秀なエンジェルだったら。え？そうよ、ラフィー、今あなたの前にいるのは一体何者かしら。ナンドソルの双子美少女エンジェル、ここにありだよ。ヨリちゃん、アカリちゃん、偶然の出会いから始まったエンジェルだけど、最後までやり遂げてみせるわ、ランドサル。そしてラフィーのためにもね。もうラフィーちゃんは友達だし、私たちの妹みたいなものだもんね。だから今度は私たちがあなたの願いを叶えるもんだよ。ヨリちゃん、アカリちゃん、願いを叶えるはずのエンジェルが逆に願いを叶えてもらったって知られたら絶対お仕置きされちゃうです。でも嬉しいです。どうかどうかあの子をよろしくお願いしますです。隊長、突如巨大な何かが空より出現しました。あれは弓矢？あんなふざけたものがこの事件の元凶なのか。隊長、弓矢がこちらに狙いを定めています。あれの相手は私がする。だからお前たちは住人の避難を。君たち、無事だったのか。すまない。では、相手を頼む。我々は住人と共に退避だ。急げ。はっ。さーて、これで心置きなく戦えるね。お兄ちゃん、今夜月いっぱいちょうだい。あかり、私の体でそういうこと言わないでよ。自分の体じゃないと思うように力が出ないよ。
かりは重くて動きにくいから大変よ。お姉ちゃんの意地悪。何かすごいの来そうな予感。そんなとこに出しちゃダメなんだから。あれ、弓矢の動きが止まってる。怖いものなんてないわ。さあ行くわよ。うん、お姉ちゃん。
じけない心を。あかりと一緒なら何だってできちゃうんだから。お姉ちゃん、私たちのすっごいところ見せちゃおうね。なんだ、あの閃光は。一体何が起こったんだ。隊長、我々を含め入れ替わってた人たちがみんな元に戻ってます。さらに同時多発的に発生していた怪現象も鎮静化しているようです。そうか、あの子たちがやってくれたんだな。でも今回のことでよくわかったわ。変わろうとすることが大事なんだって。うん、そうだね。で、あれ、服が元に戻ってる。弓矢を沈めたから魔法が全部解除されたのね。これでようやく終わったって実感できるわ。ユリちゃんもアカリちゃんも無事で、本当に本当によかった。あ、です。わかった、わかったから、ちょっと落ち着きなさいってば。あの、ユリちゃん、アカリちゃん、大丈夫。ラフィーの気持ちはよくわかるから。みんなを、それに自分も幸せにしたかっただけだってね。そうだよ、確かに街中パニックになってたけど、もしかしたら貴重な体験だって喜んでくれる人もいるかもしれないし。いや、結構なトラウマ体験よこれ。これに懲りてもういきなり矢を射ったりしないこといいわね。はい、これからはもっとみんなのことを思いやりながら、お二人みたいに素敵なエンジェルを目指すです。いや、私たちこの通り元に戻ってるし、目標にされてもね。でも今思えばそう悪くなかったかな。大変だったけど気づくこともあったし、決して無駄じゃなかったわ。うんうん、おかげで姉妹の良さにも気づけたしね。楽しかったな。あ、それならもう一度入れ替わってみるですか。それはもういい。が、全く信用がないのです。あれだけのことしてかしたら当然だって。そう言われると何も返せないです。え、ラフィーちゃん、誰と喋ってるの。もしかしてさっきの戦闘で頭打ったとか。いや、でもこの子元からちょっとあれだったし。違うのです。さっきの魔法の影響のおかげか、この子の気持ちが分かるようになったのです。でも、おしゃべりして
ったりとかはできないですが、この子の感情とか言いたいことはちゃんと伝わるのです。へえ、いいお目付け役ができたわね。それならもう好き勝手に魔法使ったりできないわね。はい、この子と協力しながらちゃんと力を使いこなせるようになってみせるです。そこでまずはお二人への感謝の気持ちを私たちからお届けするです。え、ちょっと待って、お礼とか言いながらなんで弓矢向けてるの？っていうかこのくだり前にもやったんだけど、あの頃の私とは違うのです。多分全然変わってないじゃない。このやりとり何度繰り返すのよ。ってまたこの姿になってるじゃない。大丈夫です、服を変えただけです。この子もうまくいったって喜んでるのです。一応うまくコミュニケーション取れたってわけね。それはともかく、いきなり魔法かけるくせどうにかしなさいよ。私はちょっと嬉しいな、この服すっごく可愛いんだもん。ゆりちゃんとあかりちゃんはエンジェルの魔法と同じくらい素晴らしい心を持ってるのです。どうかお二人の力でランドセルの皆さんをハッピーにしてあげてくださいです。それでは私はこの辺で帰るです。お二人には本当にお世話になったです。え、もう行っちゃうの？騒動も収まったんだし、ゆっくりしてけばいいのに。私もお二人ともっとお話ししたいですが、遊びに来てるわけではないのでゆっくりもしてられないのです。そう、また会えるわよね。はい、お二人の立派な姿を見ていっぱい勇気をもらったです。次にお会いするときはしっかりと変わった私をお見せするのです。行っちゃった。出てくるのも急だったけど、お別れまで慌ただしいわね。どうするの、お姉ちゃん。そうね、あんな騒動はもうゴリゴリなんだけど、一応ラフィーには願いを叶えてもらった恩があるのよね。叶ったって入れ替わりのこと？入れ替わりそのものというより、あの子に会ったことで私はいろんなことを経験できたわ。オフ会で自分の意見をしっかり伝えられたし、フェスを楽しんだり、自分から街の混乱を収めようと積極的に動けた。こんなこと今までの私じゃきっと無理だったわ。そんなことないよ、もし今はできなくてもお姉ちゃんならきっとできるようになってくはずだもん。ありがとう。あかりの言う通りかもしれないけど、ラフィーは間違いなく私に一歩踏み出す勇気をくれたわ。それにあかり、私がこうして頑張れたのはあかりがそばにいて支えてくれたおかげよ。ありがとう。お姉ちゃん、それは私も同じだよ。今回のことはもちろん、私が私らしくいられるのは隣にいつもお姉ちゃんがいてくれたからって改めてよく分かったの。だからお姉ちゃんはもっともっと自信を持っていいんだよ。それでも迷った時は私とお兄ちゃんをもっと頼ってね。あかりはともかく、あんたも？まあ今回の騒動を解決できたのはあんたのおかげでもあるし、その少しだけ、ほんの少しだけ頼りにしてるわ。勝手にしなさい。それはともかく、こうして一歩踏み出せた今、私はさらにまた一歩踏み出したい。
エンジェルをやってみればそれができるかもしれないわ。まあできない可能性も当然あるんだけどね。お姉ちゃん、うん、わかった。お姉ちゃんがやるなら、あかりもエンジェルやるね。あかり、あんたまでどうして。だって、お姉ちゃんばっかり素敵になってったら、私置いてかれちゃうもん。私もなるよ、お姉ちゃんに恥じない最高の妹に。そうね、二人で頑張ればいいわよね。だって、私たちは最高の双子だもんね。苦しくなるから、ハートのビビ